レイジにすでに侵入している早い展開です。リグナイト。すでにエントリー。フォールトラインが帰ってきますが、しっかりゆっくりと歩いていきます。ダンカン、ここで視界を奪われたところでお互いのトレードが入ります。サンドライト、ダブルキル、ジョジョもキルを取ります。あっという間の、ワンオーフォー。ジョジョも守り抜きます。パラノイアがしっかりガレージ側に入っていました。ブラックウィズ見事です。スパイクを確保。さあ、残ったのはエコー。位置もバレてしまう。一旦引いて、挟まれています。A から詰めてきた。全負が最後、裏手を。ただ間に合わないか。フラッシュかな。勝負にはいけない。フォートライン。一旦味方のカバーを待ちつつですが、それでも詰めてくれ、エコー。後ろから黒のカバー。ダブルキルを取ったのはリグナイト。そのまま A に進行します。スパイクもあります。寄ってくるノーセプション。すでにサイトには3名控えています。ジョジョ、落とせるか飛び出して一人黒が打ち返す。A サイト回る、スパイクがドロップ。A でキャリアダウン。ワンオツ。時間は15秒です。パラノイア。ショートからの進行を阻止します。シュラードステップ、どんなの見えている。最後はディモルトヘッドショット。ブラックウィズを落として1本返したらリグナイト。これ、うわぁ、前詰めてましたね。お互いのトレードです。ブラックウィズ、フォクシナイン。それと同時にフォクシナインが入っていきます。すでにサンドライト、アルティメイトが溜まっています。ここで黒のヌルコマンドです。アルティメットを放ちながらスパイクをしっかりと C サイトに設置。中守り3名、ロングにはエコーが控えています。取り返しはノーセプション。ジョジョがまず黒を仕留めます。ここでロックダウンを返します。ガイニングライト、ガレージ後ろを気にしたところではありましたけども、北信念が正面から仕留めます。ロックダウンを避けるためにここは3名ロングに引いたのがリグナイト。遅延させるためのショックボルト、ガーディングライト、視界は取れています。会場が鳴る。ジャンピークと同時にダブルピーク。3人目も顔を出し評価。エコーは、再び先ほどと同様ですね、ロングに残る判断です。ここで早いですね。早いですね。接地を引いてローリングサンダー、接地はできていません。そのまま取り返しが始まります。ナムサムで足止めをしていますが、ブラックビズがダブルキル。シーカーも返して、そのまま前に行くのはブラックビズ。ディモルトが返します。サンデさん、ガレージ顔を覗く。一旦引いて、ワオワオ、作り出した。バックブリンクから引いて5秒。バイクを設置。背中が見えた。ワンオツ。下線がかぶる。最後はメテオが仕留めます。あ、ただ音でバレたか。左側、今バレましたね。そうですね、アルティメットで飛んだところをしっかり着地も聞かれていました。4対5。そのまま A サイトにエントリー。メテオショーティ、そこを抑えたのはフォクシナイン。4対3。さあ時間がありません。全負阻止するために強めにプレッシャーをかける。エコーが動けないのを分かって左を先に見ます。フラッシュ。それと同時に飛び降りるかどうか。サンドライト、ジョジョ取り返しに成功。どうだ、ワンオスリー。そのまま最後はジョジョ、エコーを仕留めて解除成功。再び取りに行きます。先ほどとは配置を変えている。メテオが前に詰めてエコーを仕留めます。を見ようというところでしょうか。これ黒引けません。ラッシュで引くこともできますが、先にショート側からプレッシャーをかけます。ゴールドライン、そこから落ち着いてメテオが仕留めていく。いやー、ジョジョのカバーが厚い。3対5。さらにはシーリンク、ブラックウィズ B を突破しようとした評価を落とします。さあディモルト詰めていく。 C サイトに侵入することはできました。この情報もブラックウィズ持っています。 C に入られているのは分かっている。中先は見えた。パラノイア、ただ黒は食らっていない。1-4。足音を出しながらプレッシャーをかけてきます。スモークが晴れたところ、そこには2人が待っていました。最後は壁抜けて黒渡っている。ここも当てていく。評価を進めて右側、この雰囲気は間に合わない。リモルトがしっかりオペレーターを持ったメテオを抑えました。ただ設置ができた。そうですね、ヌルコマンドと同時に B サイトをしっかり掌握し、設置まで完了。解除音が聞こえます。ワンウェイ、ボクシーナインが勝負に出る。スモーク抜き、足見えてたか今の。さあダメ、これは確定で見えてない。絶対に見えてない。クラッシングで勝負に出る。フォクシナイン十分な時間稼ぎ。その間に裏を取ってるのはディモルト。解除はさせません。いやー、このディモルトが最後、まあ、初めて使いますよこれ。フラッシュもらって、パラノイアもらって、引くしかないか。ただまだ位置はバレてない。これヘイトを買ってるのはサンドライト。横からブラックビーズ、位置はバレてる。箱を抜かれる。この横から出てくるサンドライト、完璧な守りだ。素晴らしいカバーリング。2対3。エコー黒突破できるか。フラッシュ、1-1のトレード。残った最後はジョジョでした。シーロング詰め、ロックダウンをどのように使っていくかです。おお、詰めてきたところ。
ったんですけども、このセットの速さ、いやアビリティ入れるところが綺麗です。そうなんですよね、これがメインイベントの2からこのコミュニケーションを生かしたというところですね。素晴らしい攻めです。そしてここでロックダウン、そのロックダウンを破壊するために栄光がハンターズキュウリ、飛び出したメテオを黒が仕留め、強化がブラックウィズを仕留める、赤く染まるキルログ、残ったのはジョジョ、ダメ押しの評価のロックダウン、入ってこれないだろうジョジョと。ワンオンファイブです。まずは1人、うん、2人目やれるかというところではありましたけども、フォックシーナイが右左ステップを顔を背けています。エントリーするアビリティはこのファーストラウンド非常に少ないところ、1人サイト、2人カヤさんのサンドライト、イーチトレード、デボルト、黒リグナイトが A サイトを守り抜きます。後半1ラウンド目の食事班はぽいよという報告を受けて、リグナイトは A を固めていきます。うん、倒しきれない、惜しいですね。うん、味方からフラッシュドライブをもらってのエントリーではありましたけど、フォークシナイン捉えきることはできませんでした。それと同時に A サイトに侵入していくのはドンセプション、右スモーク、このスモークが非常に厄介です。背中が見えた、メテオわずかな隙間から黒を仕留め、ジョジョブラックウィズと抑え殺すかね。さあ一旦相手の様子を見ます、ここが捉えきれなかった、 C 側に移動していた前風に A 回っていましたが、ここは倒しきることはできませんでした。そのまま C にラッシュ、まあ、ガレージがオペレーターだったらカバーは遅いんじゃないかと。アサルトで勝負、前風前風メテオ、ログがノーセプション、エコー黒、ここはどう取り返していくか、2オン4です。アフターショックからナノスワンも設置、ガレージ側にはアランボット、完璧な守りを見せていますノーセプション、あとはスパイクを守るだけ。サイトへのショックボルト、お見事、これがエコーボルト伝統芸です。さあ2対3縮まっていく、ゼロポイント破壊、アビリティは使用できます。残り1名、エコーダブルキル、トリプルキルからのワンワン、最後は解除、ロング勝負、最後はメテックしてるならアビリティ使わないとかね、バレないようにしますからね。さあここは A メイン、おお高い A メインでの打ち合いが続きます。 C かパラノイを受けている、さあ C かを破壊して引くことまで成功しましたね、フォクシナイン。フォクシナインディモルトは A サイトを引けています。その間に C サイトをさらに詰めていくブラックビーズ、おお、ガレージを挟み込みました、いいパラノイア入りましたね、素晴らしいねですね、これ全フとの挟み込みでした。残ったのはフォクシナインディモルトです。バイクを設置、 B スポーン側からの取り返し、まあ、相手の状況を見て、シフトする、グループアップする、その速さが非常に速いノーセプション、足並みを揃えて取り返し、ただここは1対1の繰り返しになりそうではありましたが、フォクシナインが抑え切りました。スポーン側からディモルト、フォルトラインをもらって足が止まります。スイッチしてフォクシナイン、ワンウェイスモークを与えたのはメテオ、ジャンプピーク、そのまま入っていきますが、両方ともメテオが抑え、あとは黒のまあアルティメイトがどうなるかですが、ここはしっかりとエントリー、おっと、ただディモルトバレてない、入れ違えてますね、このディモルトが。そうなんですよね、情報がないからな、さらには前後にも大きなダメージを与えてきます。ヘッドショットが入りました。さあジャッジ、バウバウ、この距離でも仕留めれるか。アイさん、どちらの方が戦いやすそうですか。アビリティ状況を見ると、はい、ノーセプションの方がカウンター取りやすいですが、ただ黒のゼロポイントなどを使えば、お、状況が変わります。3対2、あー、そうですね、裏取れた、あとは中ロング取れてる、そうですね、この中2守りがどうなるかですね。ああ、これでゼロポイント2人捕まって、ある程度位置が分かった、2対2、残り1名、ワンオツ、残ったら黒、スモークがたかれたなら下水道での勝負というところですが、しっかり引き込んで、ノーセプション12対8、うーん、そうですね、今リテイクの足並みがそうですね、はい、少し揃っていなかったのかなというところで、うん、まあ、黒選手がまだロング側、はい、カバーできるポイントになかったので、その前に、まあ、パラノイアなのでメテオが中央に残ります。その間に味方3名はガレージを取りに行きます。さあここでオペレーターがいる情報だけでも十分でしょう。フラッシュアップドラフト一旦引いていきます。黒がいいところにいる、抑えたメテオ、すぐさまスティンガーでカバーしたのエコ、
しない。オペレーターでのプレッシャーをかけていく。さあ、残り15秒です。そして、盤面は面白くも動きながらサンドライトが相手の裏詰めを見ています。噛み合わないか。ブラックウィズ、いいポジション。ショルダーピーク。十分にダメージ。与えて、アフターショックを受けていって武器を回収すでにしている。ブラックウィズを倒したろ。ブリンクアウト。クラッシュは入っていますか。成功している。サンドライト、いいタイミングで裏を取った。評価が倒されて2対3。スモークの中に隠れてるゼフ。1人、2人、ここはサンドライト。設置まで入っています。U ターンしてきたリーグ部隊。フラッシュポイントから侵入していくか。スクリーン、スモークが落ちたところ。合わせたスネークバイトでさらに足止め。ここ素晴らしいノーセプション。連携です。セーバーケージから勝負を仕掛ける。メイトがまずリボルトを落としています。メイトがダブルキル。ゼフがタワーを守る。削られながらも何とか消えた。ロータメテオ、エコーとの勝負。最後はエコークラシックでメテオを抑えて、サポートラインが出てくると下がる。背中から覗いてねえよ。スコープ覗いてない。まあ至近距離ショートレンジということもありましたが、さあブラックビズちょうど挟み込んでクラシック、いいですね。素晴らしい挟み込みです。いやスクリーンと同時に、そしてツールドフォースがここで生きてくる。2ラウンド目のアルティメットの強さ。ただ4対2、リグナイトとしても2人でなんとか取り返すことができるか。テルミド、いい指摘なところもメテオだ。アフターショック、顔を出すしかない。最後ヘッダー、トリプルキル。正解。かなり強めでピークしたのはディモルトです。あ、もちろん車線取りというのはいいところですが、さあパラボラ、アタショック、パラボラ側、ドロップ側にはいけません。ディモルト、ここは進行してくる A メイン、ブラックウィズを抑えました。5対3。リグナイトが非常にいい形でラウンドを進めています。ここすれ違いましたね。そうですね。エコーとサンドライトがすれ違って、サンドライトが中央部分まで進んでいますが、今見えました。さあ、エコーはまだタワーにいます。ケージを焚いて、横をついていく。おお、打ち勝った。それ倒すジョジョ。あ、赤目抜け黒、ダメージが入っているのも分かっていたか。抑え切ります。評価はサンドライト落として設置時間はありません。少しやはりこう攻めの手に迷いながらもちょっと時間を使ってしまったら絶対に死守するような感じです。そうですね、マリオブグラビティメロ、地獄地獄地獄、ペイントダブ飛んできてた。今4つきましたよアビ。さあ A で守っていた4名リグナイト取り返し、サンドライトの位置が非常にいいです。これはアストラの得意ポジション。一人入ってよ。え、目視ない。見えてた今スモーク。中スモークインしてましたけどね。さあ正面。さあショーストッパーで上がった前風。仕留め切って目視ない落とします。下手投げのペイントダウン。タワー下に落ちていきます。残ったのはディモルトです。ワンオースリー。ワンオース。タワーツー。体力23。スモークは一つ。相手側にスモークを張ります、うん、ここは早めのプレッシャーピークして勝負を仕掛けました。ジョジョディモルトを落として詰め、嫌なタイミングでのブーモント完璧すぎる。おそのスモークは怪しいでしょうと。ただフォクシーナインがスモーク抜き、評価も抜いていく。あっという間に3名になってしまったノーセプション。スモーク抜き、メテオが返します。ただ十分なプレッシャーになりましたね。2人引きつけてますね。素晴らしい。ドアも開けてブラックウィズ1人で2人を、いやでもただ映画は1名削られたのでジョジョが苦しくなってしまっています。エコーがディモルト合流で、そうですね、 B も警戒して守ってはいるんですが、タオはここはスロー。 B でキャリアダウン、あと30秒。じゃあこのジョジョを落とします。そして最後正面はディモルトがブラックウィズを落としてリグナイトが3。おっと、やった。ここはしっかり抑えきった。メテオ4対4。ただ簡単には A サイト侵入しません。一旦足を止めるのはノーセプション。相手の出方を待ちます。すでに A サイトを3名で守ってるのはリグナイト。ここブラックウィズがディモルトを抑えました。ワイヤーを切ってローリングサンダーを返す評価、それと同時に飛び出した評価ですが、メテオが待っています。その後ろから黒、お互いのキルのトレードにそれは確定したかな。あ、ただフォクシーレンが入っている。飛び抜けてまいの、あなたは私の世界
いや、うまい、パーフェクト。ここは手前から吐きました。勝負に出たフォクシー9に割りましたが、ブラックウィズがしっかり抑えます。ワンオツー、最後はサンドライト、クロを落としてノーセプション、そうなノーセプション、そのままワイヤーを切ってそ A に侵入で、スパイカメラでは相手の侵入が見えている。メテオ、まずはクロを抑えてパワー下を確保します。 A サイトに設置、パラボラ側には敵はいません。イグナイトが占拠しています。さあメテオドロップが抑えて、そのメテオの上は全フがカバー、2 on 5、ここはキープの判断になりそうです。成功。さあここでロップには持ってかれましたけど、すぐさまそれで対応できてました、ね、はい、すぐカバーできてました。おお、これビーズ目ですか。リグナイト、はい、防衛側ですが油断したところしっかり抑えていく。おお、まずは1箇所共に攻め続けての結果、スパイクを設置したのはノーセプション、 A サイト取り返す、リテイクはリグナイト。さあ評価が進めてきたところしっかり抑えていく、サンドライト全封、各ポジションを守り抜きます。さあここでドロップ3、ケージから飛び込んでいく、そこを抜いたのはジョジョ、視点は見えていたのか、抜けていたところ黒がダブルキルです。2対2、メイン側まずは全封がペイントでカバー、サンドライトが黒を落としています。ワンオーツ残ったのはディモルト、会場を鳴らしてスモークだか、グラビティベル遅延です。ここでブームボットまだ持ってた、抜いた、反応してないけども、まあ、そして恐れてないのはリグナイトもそうかもしれません。 A メイン3人で詰めてます。 A サック再び4、お互いのトレード、裏を取ってる全フ、2人抑えてさらにペイントダウン、もう攻め守り分かりません。あー、こっからの T シフト、リグも攻めている、もちろんノーセプションも攻めている。ワンオツ、いや、ここでちゃんとブームモットを回してる前夫、はい、これで確実に中央からというところでは十分できるでしょう。スモークアップドラフト、周囲を伺う、会場を鳴らしてアフターショックが来ます。そこからのフォールドライン、さあこのフォールドライン合わされてうまく引いていきます。足が見えた、まず1人、ワンワン、大丈夫だって、起きしない、大丈夫だって、味方はその言葉を信じる、ハーフボール、4人抜き、会場は間に合った、間に合った、チームを救った、やおっと、さあパラボラの勝負、早めに攻めていくのはリグナイト、ここは人数差も生かしてですが、結果的には2ヘッドショットフォクシーナイン、そのままバリアオーブからの A サイト侵入、2階に侵入、フォクシーナインアップ、オールトラインで入ってきます。ヘルナはノーセプションではあります、ラウンド差はあるものの、この後半の1ラウンド目、3対4、時間はありません。止めた、トレードが続きます。ワンオースリー残った前夫、最後はディモルトが抑えます。使うのは後半2ラウンドで、さらには武器を持っています。うわー、一人は持っていた、ジョジョ、そしてブラックビズ、いや、おメテオ、インサイドができている、ヘッドあった、カバーできるか、ジョジョよくカバーした、体力が削られながらもしっかり相手を抑え切りました。ワンオースリー残ったら黒検知しよう、抑えておきたい、ワンオーススパイカメラ、2人が見えた、ケージあえて前に出る、会場を待つ、待たない、さあブルドッグを持ったジョジョが素晴らしい、サンドライトがヘッツ、スネークバイトで遅延です。 B メインからの侵入、足止め、リグナイト進めません、パラノイア、スモークの中を通って、おブラックと視界が悪すぎる、お互いのトレード、さあ視界が取れた、トレードマークが反応、侵入が遅れたところ、ジョジョが抑えた、難しいブルドッグ、そこをうまく調整、上がったローリングサンダー、これは範囲全て入ります、設置はさせません、さらにアフターショック刺さった、その上からサンドライトのサンドイッチ、ワンオースリー残り10秒です、あと10秒、黒の位置は割れてない、ワンオースチャンスあるか、どうだ、抑えろ、ワンワン、いやー、ただノータイム、ジョジョは逃げなければいけない、ジョジョ逃げる、追いかける黒、鬼ごっこスタート、いやー、最後は黒が、でも十分強いですからね、はい、おお、ここは消えてもらおうかというところでしたけども、地下で消えてたらメテオ、エコーが仕留めます、ブラックウィズ、アーケードダブルキル、氷河が返す、よく2人返した、早いトレード、早いトレード、2対2、 B サイトへの詰めでした、接地音は聞こえています、バイクを設置、どのタイミングで顔を出すか、勝負したサンドライト、さあ1オン2、残ったのは氷河です、タワー側に来ます、
さあ、スタンが来ますが、評価は避けている。先に、チカとの勝負。すぐさまサイド側にフォールトライン。1対1の状況を作り出している。さらにローリングスタンダー抜かれた。サンドライトがそこをうまく割って評価。結構ローリングスタンダー、ハマってましたね、あれ。ハマってましたね。むしろ、状況としても、今、フォールトラインに出て、解除アクションを行っていたところを見れば、はい、痛いです。勝負の時、やるしかない。パラボラ。メテオがキルを取る。一時のトレードです。パラボラを二人で守っていたノーセプション。それだけ詰めてくるなら、しっかり二人で前目で守ろうという作戦。リグに対してのアンサーを出しました、ノーセプション。A 面側3名。タワーにダウカバー。フラッシュからのイン。ドアは開いている。足音は聞こえている。フォートライン。バリアオーブ。サワーカットカバー。おっと、カバーできませんが、全封。そのまま侵入していきます。メテオ評価。キルをトレード。A サイドに入られている3対3。リダレクションか。いや、メテオが4人抜き、エコーを抑えました。リザレクションは使えませんでした。使わせませんでした。